我々が目指したのはやっぱり人の手というところを突き止めていく、突き詰めていくというところを目指しました。昔からの進化で動かし方であったり感触というところはだん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 あの人に近づいてはきたんですけれども、やっぱり手のぬくもりっていうところがメカロボットというところには足りないのではないかと。強く押し付けるとより温かく感じるとか、少しあの軽いマッサージにすると温かさがやんわりとするとか、そういうところでこう熱の揺らぎみたいなものを持たせることで、お客様も慣れさせずにかつポイント感で温かくというところをまあ実現できているというふうに思います。ヒーター技術というのは単純に見えるんですけれども、やっぱりあの温度設定ですとかその時間設定、まあ人に直接当てるというところで安全というところが、まあ、すごくあのノウハウの塊でして、そこは我々あのパナソニックの強み、総合家電メーカーというところでヒーターを多く取り入れている商品というのがいろいろありますので、安心安全なヒーターというものを採用することができております。まあ、安心感であったり、まあ、癒し感みたいなところがもみ玉から伝えられるというようなところを思っております。Panasonic